霊夢です。マリサだぜ。寝不足サバ SSJ は ACCGT3 シリーズ戦に、第4戦キャーミと第5戦スパフランコルシャンを合わせてお届けします。ウプ主はまず謝罪会見からですね。また何かやらかしたか。はい、スネッテアトンではピット作業後、突然 VR がフリーズし、ピットレーン上で停車させたまま、サバ落ちしました。今回はオープニングラップで、突然 VR がブラックアウトし、前方の車両にノーブレーキで、突っ込みました。プチフリーズはあるものの、こういったことは珍しいのですが、肝心なイベントで不具合が出ることが、多くなりました。まずは追突したゲロ猫選手、すみませんでした。4戦中、2戦で不具合が出たので、GPU の放熱対策と、以前から時々チャタリングが出ていたので、アンチウイルスソフトを侵害し、現在では普段から起きていた、チャタリングもなくなり、プチフリーズもなくなりました。一応対策は結果良好です。2戦を機材トラブルで、リタイアしたこともあり、1周目でいなくなって、ハイライトの作りようもないので、第4戦の編集をサボりました。リプレイデータはスピケ選手から、提供していただいております。第4戦はスターティンググリッド紹介と、レース結果を紹介する、ウルトラ簡単ハイライトにします。それではスターティンググリッドです。ボールシッターはアイム選手、ベントレイを操り1分40秒659、2位にエピフィレ選手の裏勘、2列目はタクパド選手、久しぶりの参戦だが、予選タイムは絶好調、隣には AMR のアイアトン選手、3列目、宇宙人ポイ選手と、完全宇宙人の8選手が対決、4列目にサトルコ選手、カフェアウアイト選手の裏勘だ、5列目の裏勘対ベントレイ、松田選手とチャパ選手、6列目は水選手、ニコニコ選手が 0.1 秒差、7列目マサ選手までが、41秒台の大混戦、ムカミ選手の NSX が上位を目指す、8列目テア選手が、ポルシェ勢のトップタイム、マーチャキ選手はこの位置だ、今回はフェラーリで出場、MOS228 選手、NSX ボーボー選手は18番手、10列目にサーテ選手、さらには JACKO 選手と続く、11列目、ポルシェセルノ選手と、アウディの深津選手、2人ともこの予選結果は不本意か、12列目、バークケ1489選手のメルセデス、勝脇選手がその隣、13列目にケルビル選手は、AMG のケルビル選手、AMG で2番手、ハップイカニョン選手の AMR、14列目マクラーレン勢トップの、AMR の鉄尾選手と、スピケ選手はマクラーレントップタイム、15列目にツネコ選手とヨドマン選手の、ベントレイが仲良く並ぶ、15列目はコジ555選手のレクサス、TDM 選手、17列目、コロロン選手とストグトフ選手がこの位置からだ、18列目、インテル選手とその隣、ウプ主のフェラーリだ、19列目、ウプ主のすぐ後ろ、ススチナ選手、ユリパパ選手はここから、レースクラフト見せてくれ、20列目、フェラーリのタカ選手、ゲロネコ選手追突すみません、21列目マクラーレン、トアペド選手と、フェラーリエスピン選手の MR 対決、22列目新井選手、イベントホストありがとうございます。GTR のアズ、選手は44位、45番手ニキト選手、46位は WAKE 選手、予選のタイムのプロパン選手が、最後尾からレーススタート、以上の47台で、キャーミ50分決勝は争われます。それではオープニングラップ、ウプ主のオンボードからです。
ウプ主の、寝不足サバ SSJYACC GT3 シリーズ戦に、キャラ2は以上で終了です。コーナーの一瞬手前から、完全に VR がブラックアウトして、ノーブレーキで、ゲロ猫選手に追突しました。すみませんでした。3戦連続、人間枠ポイントから外れ、ショックでした。レース結果は、優勝はアイム選手、今シリーズ初参加の、タク PAD 選手が2位、3位にポイ選手が入りました。ランキングトップ争いの、アイアトン選手は4位でした。カツアキ選手が14位と、人間から宇宙人にワンステップ、ギリギリ宇宙人はミツネコ選手、16位、人間枠優勝は、サトルコ選手、エピピレ選手が、人間らしさを取り戻し2位です。人間としての部分が残っているようです。表現が失礼すぎるだろ。3位にハットイカニョン選手でした。人間枠で1ポイントゲットは、ストグトフ選手、鉄尾選手は惜しくも16位、総合31位に終わっています。それでは続けて、寝不足サバ SSJYACC GT3 シリーズ戦に、第5戦、スパフランコルシャンのハイライトです。スパウェザー特有の大雨となったスパです。前10戦ある寝不足サバ SSJYACC GT3 シリーズ戦にもこのスパで前半戦終了です。ウプ主はここ3戦中2戦を機材トラブルで雨のニュルブルクリンクをアクシデントに巻き込まれ人間枠ポイントからこぼれ落ちています。 VR のフリーズ対策を行いこのスパでは人間枠ポイントゲットを目指します。目指すなら宇宙人枠を目指そうぜ。目指すのはそこなんですが、まあ、行けるとこまで頑張ります。それでは雨のスパ、スターティンググリッドです。スパウェザーを制して、ボールポジション獲得は、カフェアウアイト選手、ボールタイムは2分26秒664、ウェットに強いアイアトン選手が2番手、魔物サバの雨のスパで、ダントツだった8選手は2列目から、ハンコン復帰の富田選手が並ぶ、3列目に水選手の GTR、安定の1ポイ選手、4列目にマクラーレントップ、シャモンソ選手、ニコニコ選手も雨の予選を構想、5列目コロロン選手、ムカミ選手、6列目チャパ選手、並ぶはランキングトップ争い、エピピレ選手、7列目 TDM 選手が良い順位、テア選手は14位、8列目に復活選手とゲロ猫選手、9列目、人間と宇宙人が混ざる帯域、スピケ選手のマクラーレン、ボーボー選手がこの位置から、10列目、大輔選手と並ぶハテツオ選手、11列目、松選手、BMW のサトルコ選手、12列目、ヨドマン選手とマサ選手のアウディ、13列目、コジ555選手、ユリパパ選手、雨の中上位を目指す、14列目、Z3 選手のポルシェ、初参加ルイビウス選手、15列目、ウプ主はこの位置から、3戦連続、人間枠ポイントならず、今日はポイントゲットしたい、並ぶハアウディカツアキ選手、16列目、森谷選手はここからスタート、そしてススキナ選手と、ディスコアドフレンドが並んでいる、17列目、新井選手イベントホストありがとうございます。並んでフェラーリ対決エスピン選手、18列目、浦上安平選手、人選手は38位、19列目、コズ選手とニス選手が、この位置からレースクラフト、20列目、久々参加発端選手、これ以降は予選ノータイム、40位に 23R 選手初参加、武蔵選手、翼選手、アイム選手と、実力者がまさかの予選ノータイム、44位雨のトアペド選手、ケルビル選手は予選で周回、46位に YRKR 選手のフェラーリ、ストグトフ選手、マーチャキ選手と、上位選手がここからだ、最後尾のマチ選手は、裏勘で逆転を狙う。雨のスパは以上の49台で争われます。ここはピットレーンが長いので、早い周回から、ピット作業を行うのは、ブルーフラッグに捕まり、タイムを落とす結果になります。序盤での深刻なダメージを避けて、自分のペースで、レース後半に入りたいです。50分のタイヤ交換に会義務ですが、ウプ主は燃料を、レース中盤までの量を積んで、タイヤ交換作業を、遅めにする予定です。雨のオールージュでの、混乱が予想されていましたが、ウプ主は、ユリパパ選手に追突します。坂の立ち上がりの、右側の縁石を踏んで、
外に流れたまま、ユリパパ選手のリアに、フロントをヒットさせてしまいました。ユリパパ選手、すいませんでした。カフェアワイト選手が、今シリーズ初のポールです。富田選手が好調の4番手、TDN 選手が13位と良い予選です。カフェアワイト選手を先頭に、フォーメーションも2列になります。雨のスパ50分、2回タイヤ交換義務レースも、間もなくスタートです。それではいつも通り、ウプ主のオンボードから。
ラップ10です。ラップ8あたりから、大輔選手に追い回されます。ウプ主は必死にディフェンス、レイユサバさんからの、ライバルです。簡単に負けるわけにはいきません。そしてバックミラーを見ながらバトル中。今の場面、ウプ主視点から。バックミラーを見ながらのバトルで、前方を向いたら、水煙の中、突然白い GTR が出てきました。思わず叫んだので、VC フレンドに笑われました。口から心臓が飛んでいったので、レース後、心臓を拾っておきました。さあ、こちらは大輔選手とのバトルです。逃げなければいけません。ラップ12、現在20位。5周機械大輔選手とのバトル。ウプ主はポジションを守りきれず、20位から陥落です。路面の状態から、インを締めずに、アウトからクロスを狙います。が、見ての通り失敗。ここからはボーボー選手に追い回されます。
ボーボー選手は序盤でも追いかけられましたが、ウプ主はなんとかディフェンスしています。タイヤ交換でアンダーカットを狙ったボーボー選手が2回目のタイヤ交換前に再びウプ主に迫ります。なんかあっさり負けたぜ。はい、俺は負けてない。負けたのはタイヤなのだ。自分に言い聞かせ、この週で2回目のタイヤ交換決定です。そしてウプ主はピット直前にやらかします。ピットレーンでタイヤ内圧調整しようと考えていたら、ブランシモンをドライコンディション風に飛び込んでしまってスピンです。新井選手と共にここで2回目のピットイン。ハンドルのセンターもずれましたが、ピット近くであったのが幸いです。ラップ15、ウプ主は29位。今度はボイ選手、モリア選手に迫られます。
ラップ19、最終ラップ、ウプ主は25位です。追い回される展開が多かったですが、人間枠ポイント圏内です。一回スピンをやらかしました。ピットでの修理時間を入れると、1分くらいのロスでしょうか。もったいなかったですが、及第点としておきたいです。直接バトルを、守りきりたかったですが、ボイ選手もボーボー選手も、トップランカーなだけに、善戦したと思います。なんか飛び出しているんだぜ。はい、この辺は結構、気を抜いてしまっていました。ウプ主今、4戦ぶりに、人間枠ポイント圏内、25位で。ゴール。レース結果を見てみましょう。寝不足サバ SSJYACCGT3 シリーズ戦に、雨のスパを制したのは、アイアトン選手、8選手が2位、3位にシリーズ初表彰台の、水選手が上がります。ポイントランク2位のアイム選手は4位、マキ選手は初参加ながら、10位と大健闘、鉄尾選手14位おめでとうございます。テア選手が最後の宇宙人枠を埋め、人類最強はヨドマン選手です。続いてゲロ猫選手、スピケ選手と表彰台に上がります。バトルをした大輔選手は21位、ウプ主がぶつけた、ユリパパ選手は29位。宇宙人クラスがアクシデントで、交代する中、ハッタン選手は33位でした。総合ランキングです。130ポイントでアイアトン選手がトップ、アイム選手が2位、表彰台に上がった水選手が3位になりました。バークケ1489選手とテア選手が15ポイントで並んで、宇宙人を保っています。人間枠トップは90ポイントでヨドマン選手、2位に67ポイントでスピケ選手、3位にマサ選手です。今回久々ポイントゲットで、ウプ主は13位に浮上、ウプ主に押し出された、ユリパパ選手は、21ポイントと1ポイント差で14位です。押し出さなければ、おそらく上位に行かれていました。あのまま見逃していたら危ないとこでした。それは問題発言なんだぜ。マリサそろそろ終わろうか。あやい。それでは皆さん、次戦まで。